皆さんこんにちは、ひねちです。今日は私が実践したダイエット方法をご紹介したいと思います。私実際結構太ってた時期もありまして、そこからそのダイエットを実践して半年で7キロ痩せることができましたので、それの実践した中身とかをご紹介できたらなと思います。私が実践した方法は大きく分けて3つあります。1つ目がまず食事、2つ目が運動、3つ目が生活習慣の見直しです。では早速紹介していきたいと思います。ではまず1つ目は食事です。まず食事で一番気をつけるべきポイントはバランスの取れた食事を取ることです。なのでまずは必ず野菜を取ることです。野菜の中にはビタミンもかなり多く含まれているので美肌効果もあって必ず取るようにしています。次に必ず取るものは大豆です。大豆はタンパク質が含まれているので、後ほど後でも紹介するんですけれども、運動ですとかその筋肉をつけるっていう時にすごく助けになる栄養素が含まれているので摂るようにしています。3つ目は必ず乳製品を摂ることです。私は主に結構ヨーグルトを毎日朝食べてるんですけれども、乳製品を摂ることでやっぱりお通じもすごく良くなって便秘にも効果があるので必ず摂るようにしています。次、2つ目は運動になります。運動はそう代謝を良くするために軽い筋トレを行っています。主には腕立て伏せ、背筋、腹筋をそれぞれ30回ずつ行っています。で結構これ少ないかなって思われるんですけれども、その本格的にやるっていうよりは毎日少ない量を継続してやることでその習慣として行えるのでやるようにしています。3つ目は生活習慣の見直しです。主にまずはルーティン化してしまうことです。でその中としては半身浴ですとか、必ずお風呂に入った後にストレッチ、足のマッサージする、着圧ソックス履くっていうその夜のルーティンの流れを毎日行うことが重要になってきます。他にも間食をまずは取らないっていうことと、夜9時以降は食べないっていうのを心がけるといいと思います。はい、ということで今日は3つダイエット方法をご紹介してきました。その中でも特に私が良かったのは食事の内容の見直しになってます。でこれをすることで健康的な体を維持しつつもしっかりこう体型も維持できたり、ちゃんとこう痩せていったりっていうのもあると思うので、そこは必ず心がけるようにしていったらいいと思います。よかったら実践してみてください。ではまた、バイバイ。